カーリー最上はアメリカ出身の料理研究家、タレント。愛称はカーリーおばさん、アバンセ所属。オレゴン州友人に生まれ、幼少時代は南部のテキサス州で過ごす。南北戦争で有名なロバート・イリー将軍の末裔にあたるという。父親は航空エンジニアでジェミニ設計、アポロの設計、スペースシャトルの耐熱タイルを考案した。 両親は経験なクリスチャンで、捨て子を預かったのをきっかけに、身寄りのない子供たちを養子として引き取り、ついには40人余りの兄弟姉妹となる。様々な人種の兄弟と分け隔てなく、育てられ、心から人と接することを学ぶ。幼い頃から、英才教育を受け、特に料理は、フランス、イタリア料理をはじめとして基本から学ぶ。誰に勧められるでもなく、 日本文化に興味を持ち、日本に関する書物を700冊余りも読み、それでも飽き足らず、サンディエゴ大学4年生の時に、お茶やおことなどの日本文化を学ぶために1年間の予定で来日。しかし、間もなく、夫と知り合い、両親の猛反対を押し切り結婚、日本国籍を取得する。夫も、旧家の出身であり、姑のもとで、日本料理をはじめとして、 日本の文化、伝統、習慣などを押し付けられる。1989年から91年、辻料理学園の講師を務める。日米文化交流、子育て、いじめ問題、老人問題などにも意欲的に取り組んでいる。ほか、ありがとうございます。